シャス、ナナカです。今回は、チームデスマッチで、3度目のアトミックストリークを取ってきました。アトミックストリークといえばね、30連続キルということで、なかなかチームデスマッチでは、まあ、取ることが難しい。まあ、キル、ストリークですかね。勲章ですかね、あれは。今回はプラザで SMR を使って撮ってます。 SMR にはファストマグ、可変ストックがついており、で、パーク構成はブラジャケ、タフネス、スカベンジャー、タクティカルマスクとなっていて、その他の装備に FHJ ランチャーと C4 を装備しています。で、ここでさあ、お見上げている敵を殺して、で、C4 を投げると。とりあえず C4 を投げると。あそこ奥に敵が行ってない限りね、もう適当に投げてもね、当たりますね。階段下の敵を狙う敵を C4 で狙う。敵を狙う敵っていうのもおかしいんですけどね。ちょっと。で、ここでオビタルが繋がります。オビタルまでが、そうですね、1分20秒ぐらいですかね。1分22秒ぐらいでオビタル繋いでますね。そして相手のリスキルですね。こっちの右ですね。右がよくね、使うリスキルポイントなので、ね、しっかり確認して、ここはすごい大雑把なんですけどね、全然気づかなかったと言いますかね。なんかもう死んでんのかなって思ったら動いてたんで、ちょっと油断してましたね。で、リスが反転したので、ここ危ないですよね。ここは機銃でよく張ってる人がいるんで、割と危ないポジションなんですけど、で、1階にいると思ったら2階にいて敵が殺されて、また敵と C4 で1キルという感じになってますね。で、おそらくもういなくなったんで、またリスが反転したなと思って、ここでやられそうになってゴールドストリークと。で、ゴールドストリークが取れたということは、あと4キルですね。4キル4キルか、まあ、またはそうですね、オビタルのポイントがあるんで、まあ、このゲージであと1キル、そうですね。これで、オビタルが繋がりました。で、2周目オビタル繋がったのが、だいたい2分50秒。そしてここで、プラチナですね。あと5キルです。ここで危ないんですよね。大騒ぎになって、ちょっと危ないなと思いながら、ここに行って、ここでアタフタしてますね。上か下かわかんないんで、ちょっと、すごいアタフタしながら、右も、ちょっと警戒しながら、お得意の左ルートの敵を倒しに行くと。で、ここでアトミックストリークが手に入ったわけですね。で、あとはもう消化試合なんでね、あとはもう敵をひたすら倒すだけと。もう完璧に緊張の糸が切れてね、もうとつって敵を倒して、もうそれでも万々歳だなみたいな、そんな考えで今やってると思います。もう何もなくてもね、左見る癖がね、なんかね、ついてるみたいですね、僕は。いや、ここでもう、まあ、目的は終わったんで、まあ、ちょっと最近の話しますと、革命デュアリズムが発売になりまして、僕もその発売当日に、まあ、買おうかなって思ってたんですけど、まあ、ちょっと、時間がなかったもので、買いそびれ、無事、その発売の翌日に、アニメイズとゲーマーズと虎の穴を回って、3種類のポスターを手に入れ、そして ABC という CD を、買いました。いや、本当にあの曲はいいですね。パッケージのね、最初のブリザーブドローゼズの
パッケージとかと違って、もうジャケットがまず違いますし、あとその CD のケースもそれぞれね、なかなか豪華になっていて、今回は本当ボリュームがありました。で、ここでラストヒルです。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。ではこの辺で失礼します。